こんにちは、市役所です。後半は地域おこし協力隊の家田隊員に活動についてお話を伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、家田さんは令和2年2月に林業関係の地域おこし協力隊として永源寺地区に着任されたと伺っています。東近江市に来られて1年以上経過しましたが、東近江市の印象はいかがですか？はい、東近江市は三重県境に位置する鈴鹿山脈から琵琶湖にかけて、人と自然が寄り添いながら地域特有の文化や歴史を大切に今につないできた町という、そういう印象です。はい、特に私が活動している永源寺地区は鈴鹿山脈の滋賀県側に位置し、多種多様な植物が生育しており大変自然豊かな場所です。はい、またこの地域の林業も杉やヒノキなどの針葉樹だけではなく、広葉樹の施業も進めており、多様な植生を利用した地域特有の林業を展開されているように感じています。豊かな自然は素晴らしいですもんね。また林業に関しても東近江市独特のものがあるんですね。では次に家田さんの主な活動内容についてお聞かせください。はい、現在は林業技術や知識を身につけるために地元の森林組合にご協力をいただき、研修に行かせてもらったり、他県で実施されている自伐型の林業研修や特殊伐採の研修に参加しています。全国的に木材価格の低迷や担い手不足、大規模林業による皆伐などで手入れ不足の山林や土砂災害の原因となる山林が増えつつあります。はい、私は林業に携わる以上、東近江市の山林を健全な状態で未来に残していきたいと考えております。どんな山が健全な山で、どういう施業が山を豊かにするのかを、いろいろな人に話を聞き、常に考えながら作業しております。山に対してこう熱い思いを持たれて活動されていらっしゃるんですね。では活動の中で苦労されていることや気をつけていることなんかはありますか？はい、任期終了後は、自分で事業を立ち上げて、はい、自伐型の林業を展開していきたいと考えているのですが、そのためには山林所有者の方に山をお借りする必要があります。しかし移住者であり経験の浅い私に山を預けることはなかなか不安だと思いますので、研修でしっかり林業技術を身につけ、地元の皆さんに、信頼される林業家になることを目指しています。一歩一歩着実に積み重ねていきたいと思っています。はい、気をつけていることはどんな作業であっても知らないことや学べることが必ずあるので、少しでも自分の学びにつなげることを心がけています。はい、もう技術知識をこう身につけていって、一歩一歩こう授業が、ね、進んでいくといいですね。では家田さんの今後の目標などをお聞かせください。はい、私は山林ごとに作業方法を変えていくことで山全体が豊かになると考えています。具体的には山林所有者が人工林として価値を高めていきたい山林は自伐型の林業で間伐を進め、今後手を入れていくのが難しい山は広葉樹林に少しずつ変えていって、生物多様性が高く災害に強い森にしていきたいです。地域おこし協力隊の2年目は実際に山をお借りして、はい、自伐型林業の第一歩を進めたいと考えています。はい、そして自伐型林業を進めていく中で、放置人工林の広葉樹林化にも取り組んでいきたいと考えています。はい、家田さんのこれからのチャレンジに皆さんも温かい応援をお願いします。家田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。